ハイプレイしていきたいと思います。ミストサバイバルというわけで第2日目、ゲームの中では1日目だけど、まだ2日目やっていきましょう。前回がクマに攻撃されの、もうやつにやられの最悪な展開だったよね。とりあえずやっていきましょう。で、夜なんだっけ、もう夜なんだっけ。明るいね。こんなもんだっけ。なんか、あ、ミストっていうのは、切りかかってる時間が暗かったから、結構もう夜なイメージだったけど、こんなもんなか。じゃあもうちょいなんか外お散歩できそうじゃない。今何時なの。まず17時33分。もうちょいお散歩してみる。17時、だいたい20時、21時。あー、クマおる。もうやだ、クマやだ。もうちょい行けそうな気がするな。でもクマ嫌だな。クマ嫌だな。もうちょいなんかお散歩していきたいけど、行ってみたいところってこの正面なんだよね。正面のあの赤い家。家左回りで、ここからこう行って、お散歩してくる。学校。怖いものは何もないぞ、もう俺は。もう俺は一回死んでいるんだ。熊どこ？待って、熊見失ってくれ。パチンコ屋がある。本当に大丈夫かな？でもこんな時間、夜そんなに長いゲームなのかな。それでもクマ見失ったわ、怖い。あっちなんかあるって。やばかったかな。ちょっとおとなしく家にいといた方が良かったかな。骨折っていうか、なんかもう噛まれて壊れてるし、足。人いないよね。空き家みたいなもんだね、これね。空き家でも何もねえよ。お、これ拾える？ラッキー。ガス缶ゲット。車はさろう。なんもない。お、食べ物。これ飲むの。フルーツ缶、いいね。いいね、フルーツ缶ありがたいね。燃料、これ多分入れたら取れる。ウィー、 3.5 リッター、いいね。やばいかな。何時なの今。18時。まだ外、空見る限りまだ明るいよね。ちょっとだけあの小屋まで。本当あの赤いの行きたいけどな。走れないのはちょっと怖いね。走ったら結構足痛めるよね。どんだけ走れるかチェックしといた方がいいかな、むしろ。ちょっと走ってみるか。1、2、3、4、5。これぐらい伸びる。5秒だよ。そこそこ長い距離走れるかもしんない。ゲージが上まであるとしたら。こういうところの方がなんかいいな。周りにいたらすぐ分かるじゃん。でも逃げ場所がないっていう恐怖もあるけど、逃げ場所がないっていう恐怖はすごくあるけど、このゲームジャンプがね、しょぼいよ。ジャンプしてもあれ減るわ。減るっていうか、なんか赤いゲージいくわ。足に負担かかってるらしい。しっかりしてんな。なんもねえじゃん、ここ。幸運機動く。燃料取れる？今期しかないじゃん。パーツは？触れるとこない？ないね。乗れもしないし、触れすらしない。ダメだ。お、なんだあれ？風車みたいなの。ちょっと違うのが回ってるね。あっちも建物あるね、ちっちゃいのが。まあ、とりあえずそこのでかいのでしょう。
しごって登ってくんのかな敵。クマは少なくとも登ってこないよね。やばくなったらそこのはしご登って夜空で、空つかあそこで息を潜めとこうか。しましょう。ここね。よし。人いない？サバイバーっていうのもいるからね。もしかしたらサバイバー雇って一緒に暮らせるかもしれないし。でもご飯ないけどね、そんな余裕。こっちシェルターにできたら強そうじゃない？この建物でかいし、部屋いっぱいあるから。でも部屋ないんだろうな、こういうのって。なんもないじゃん、スカスカよ。敵あれ違うよね。なんもない。おお、鶏か。食べ物近づいたら逃げていくか。いっぱいいる鶏。近づいたら逃げていくのかな。左クイックだね。あ、ダメだ、走って逃げちゃった。諦めた。何これ、何これ、何これ。お、タイヤゲットした、ラッキー。あと何本、あと3本。外から軽く見た感じであんまりいなかったよね。ナイフじゃんこれ。いいね。何時？何時ぐらいまで大丈夫かな。もうそろそろ夕方って感じだよね、時間的に。20時、22時、セブンデイズだったら22時か。一つの目安だよね。ちょ、分からんからそろそろ帰った方がいいのかな。どこだっけ俺の家。しかしやべえ、分かんねえよ。あれ人？あそこにあんなんか違うな、あれ高音機だな。鶏を追っていきたいな、うちに。追いやってみようか、あっちに向かって。確かあっちだよね、俺ね。じゃあ、あそこのテントを、これで。多分俺の予想、あ、あれかな？あっちに白い点が見えた、今。え、こっから行ったらクマいるくね？巻いてやだ。家に追いやってこい、鶏を。どうやって捕まえるのか知らないけど、矢とかで撃ったら死んじゃうんだろうな、あれ。トラップみたいなの作るのかな、鶏トラップ。鶏を追いかけて。あ、音変わった、やべえやべえ、走れ。やべえ、これまずい、これまずいって。音変わった。何時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 、19時32分。音変わった。やばい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 、こんなど真ん中まずいって。クマどこだっけ。いないよね、まだ何も開いてない。空全然出てんじゃん、太陽も出てんじゃん、まだ。今なんか音しなかった。まだ今のところなんか周りにはいないよね。あの車まで漁って大丈夫かな。じゃあまずクマなんだよ、クマ。クマいる？クマあれ？あっち歩いてるね、クマね。今なんか足音しなかった、今。足音しなかった、気のせい？気のせいかな。19時半？つってたっけ？クマあっち歩いてたよね、今ね。あ、いる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 。距離取りながら帰ろう。あ、車がある。車あさって、無理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 、あさって今なんかで、ね、足痛えな。あー、森の中怖い。19時半、19時は重いとこ。あ、ちょっと、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 大丈夫大丈夫。よし、勝った。ふぅ、でも敵見えないね、まだね。
何拾ってきた？お、燃料拾ってきた。あとエンプティボトル、あ、これに水汲めばいいかな。あー、アルコール入れるって書いてあるわ。水汲めないかも、これね。わからんな。ナイフが品質悪いから、これ、うん、なんで、なんで、あ、装備してるから入れ替えられないって感じが。なるほど、品質悪いからこれ先に壊しちゃおう。ストレージも一個作りたいな。 B だっけ、 OK、 どれだ。これ水も必要だよね、絶対ね。バケツがまあ見つかってないから、バケツを作るか探すかし。落とした。いないね、敵。意外とミストはダメで夜は大丈夫なパターンかな。いないよね。もしかしたらそのパターンありえるよね。うわ、今のカタコンは リアルの音ですよね。で、水のやつ、クッキングポット作れそうじゃない？スティック。ラッシング。ラッシング。紐の材料がなんか見つかってない、まだ。あの、なんか変な、これ。ツリーパ、バーク。音変わった？ 20 時20分で音がまた一回変わったね。多分、BGM が途切れて繋ぎ直しただけかな、それとも。それか。変わったのか。怖い。なんか人の声みたいなのが聞こえるな、気のせい。めっちゃ怖いじゃん。とりあえずこれ作りたい。これも作って水入れたいけど、水を汲むものがないし、水がまず見つかってないよね。水の近く、あ、ソーマシン、電気のマークがある。電気必要ってことだね、これ多分ね。家っちゃ歩こうよ。家作って、ストレージコンポーネント4のスクラップ4のウッドってまだなくね。ファイヤーウッドっていうのがある。全然見つかってないじゃん、何も。赤いパーツみたいなのが全然ないよ。これ何？コンポーネンツってやつ。ネイルは？ネイルもないね。布切れと、ボトルと、枝と、葉っぱ？と、あとメタルスクラップがいっぱい。と、タイヤ。タイヤ持っとこうか。もう家の前にある車につけちゃおうよ。さらっと。ハンガーやべえ、刺すと。じゃあこれ食べよっか。これ腐りそうだし。いいと。そこそこ回復する。喉のガキダメだな、全然。これ試しに食ってみる、どうしたら。缶フルーツ。食べてみよう。うっ、音ビビるわ。結構回復するね。いいね。半分ぐらい。半分じゃないな。30% ぐらいかな。重さ分回復するのかな、もしかして。35って書いてるから 35% とか。なことないか。どれぐらい回復するか書いといてほしいな。ナイフしまっとこう。いる誰か。いない。え、待って待って、右のゲージなんか悪化してない？嘘。ウォンデッド。何これ。ファール、アクシエフェクテッドバイフォール。落ちて怪我したよってこと。なんか1段階治ったのかな、もしかして。うそん、そういう感じ。なんかもうちょっと
と深刻なみたいな感じの文字がついてた気がするもんね。一段階治ったのかな。嘘だろ、きつ、うわ、21、23、音がもう一段階変わった気がする。敵いなくね、見えないかな、暗くて。まあ、明らかに今人いてもおかしくない時間だよね、これね。こんな暗かったら何も見えないよ。とりあえず19時半、あれなんだっけ、時間余裕見すぎてわからなくなった。19時半ぐらいに確かこの音楽になったんだよね。寝るか、寝てみよう。もうこれでいい。お音が聞こえて、今この家本当に大丈夫なのかい。5時間ぐらい寝てみよう。5時間で6時間ぐらい寝る。お、疲れがどんどん、お腹のすきと喉の渇きがやべえことになって。まだまだだな、もうちょい寝よう、もうちょい寝よう。これ全然回復してねえわ。3時間寝たら6時40分、まあそれぐらいでいいか。あ、音変わった。5時ちょいで音変わった。朝だね。疲れもまあまあ、ちょっと疲れが残ってるけど行くか。音変わったか、大丈夫だから。5時ちょいぐらいで音変わりましたね。これタイヤつけて。いないよね。クマがどこに行ったんだろう、あのクマ。タイヤつけて10分くらい。おお、なるほど、燃料入れて。行こうか。どこ行くぞ、したら。正面のあの赤い建物行ってきたじゃん。クマあっちにいたんだよな、さっき。家の前のあの車あさって。おっ、あっ、草か、今のしゃがんだから草が見えただけ。行きたいけど足治ってくれないから。お、ハンマー見っけた、ラッキー。お、いっぱいあんじゃん、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。テイクオール、めっちゃいっぱいゲットした、ラッキー、ラッキーラッキー。お、あ、いた、クマ。どれぐらいで襲ってくるんだろう。この子の木切れまで拾いたいから、あの車はちょっと嫌な予感するからやめとこう。アイテム結構拾っちゃったんだよな。じゃああそこの小屋行ってみたいな。ついでに向こう側にいっぱい小屋見えたもんね。一回もアイテムを置いて、あれ、もしかしてこれだったら4つだから3つ足りない、1個足りない。どうだっけ、あ、1個足りないわ、コンポーネントが。あの車あされないかな、やっぱりあの車に入ってる気がするわ。待って、クマどこ行った。クマ見失った。まあ少なくともこっち側にはいないよね。怖えな。でもこの車の近くから、あ、いた。この距離だったら車に来ないかな。しゃがんどく、行きよう。いや、わかんねえな。
リアルの世界だったらこんなに余裕でくるもんな。どんなもんなんだろう、あいつ。ゲーム的には多分これぐらいはセーフなんだろうけど、全然。間に木とか挟んだら大丈夫なのかな。もっと向こう行く、もっと向こう。こんなんで時間進めるの怖いな、しかし。1分とか。いや、直接インベントリーに入れよう。お、来た。はいはい、これね。アンチバイティック。感染した時かな。そういえばこれ。こっちには燃料がある。うわ、怖い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 。よし。木切らないといけない、あと。多分斧で切れるよね。よしよし、一旦帰ろう一旦帰ろう。スティックじゃないんだよな。これも切れるのかい。あ、切れた切れた。ブランチだって。何が必要か一回チェックしよう。なんだこっち、え、これか。ロッカーウッドに、あ、足りてるんじゃね。メタルスクラップ、あ、足りるわ足りるわ。これでビルと、お、ロッカー作れる。セキュリティロッカーはちょっとギアがないから。どっち向いてる？これ。ローテート。R over Q。よいしょ。感じ？お、いいね。で、これ一回閉じて。なんか二重になってね、それ。あ、扉外れてるってそういうことか。スタートビルディング。おー。おー。で、これにしまって。ハンマーいる？クラフティングって多分いらないよね。飲み物持っとくか。1個でいっか。あ、ハンマー2個ある。で、燃料を入れて、刺すと、もう喉乾いてるわ、俺。飲んどこう。ドリンク。おー、うめえ。おー、めっちゃ回復する。いいね。寒いっつってんな、ちょっと。太陽の下いたら暖かくなる。4リッター違う、逆逆逆。よし、8リッター。普通の車って何リッターぐらい入るんだろう。あー、グマがいる。あっち行ってみよう。あっち行ってみようね。あの家の奥行ってみよっか。違いにも何かあるだろう、この感じだと。リフ、フェザー。お、食べ物だ。ブルーベリー。足落としのあった気のせい。おー、クマー。どこ行ってもクマー。クマクマー。クマに阻まれて。クマクマやで。おお、めっちゃゲージ溜まってた今。危な、半分超えてたわ普通に。やっぱあっちの建物行ってみようよ。え、待って、霧出てきてない。待って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 、霧出てきてるってこれ。
嘘、霧出てきてる、明らかに霧出てきてる。やばい、これまずい。足持って、こんな早い時間に霧出るとは思わなかったよ。昼なのかな、15時ぐらいじゃなかったっけ、霧出てたの前。お、帰れる。よしよし。余裕。楽勝。今日はもう俺絶対手出さねえから、あいつ。あいつが家のドアに迫ってきても、俺ここでうずくまっとくから。ちょっとこれ、アイテムしまっとこう。よいしょ。音変わるまでちょっと何かやっとく。木でも切っとく。完全に木出てるよね。でも音変わったよね、確かね。木切ってみよう。これ漁れないよ、漁れないよ。テックマの音しなかった。ガバババババ、音した。音変わった。はい、OK です。やだな。今何時？今10時。朝10時でも聞いてることあるんだね。完全ランダムなのかな。怖いな。お腹空いてんな。これ食べちゃおう。全然増えねえ。やべえ。食べ物の確保しないとやべえな、これマジで。もっと。いなくね、人。初日のは脅しか。脅しというか、まあ死んだけどね、俺。脅しじゃなくて。すぐ切り入れたら嫌だな。人見えないよね。よ、いた。パッと湧いてきたね、今。あんな感じでスポーンするんだね、突然。前触れもなし。何時から始まったの？何時間ぐらい続くんだろう、キリ。今のところ30分ぐらい続いてるよね。もういそこで寝ちゃう？疲れてんじゃん。寝ちゃおうぜ。無謀かな。右上、音がした。あ、終わった。1時間寝たら終わった。寝て時間進めるので正解だったのかな。行こっか。じゃあ今回ここで終わりにしましょうか。次回どこ行こう。熊次第なんだけど、できればここの正面のあれを見に行きたいかも。この赤い建物の奥に赤い建物もっとあったし、その左奥になんか熊あっちんな。熊あっちるか、右行く。まあ、熊次第、熊のいない方角に向かって走っていきたいと思います。ちょっとね、熊怖いし、足ボロボロだから何もできてないね。とりあえず車あされたし、ロッカー作れたし、まあ、あの赤い家も行けたしね。何もなかったけど、目の切れいっぱいあったけど、あとタイヤ拾ってきた。ここは順調に、エンジンとバッテリーと、プラグ何個？プラグ1個、タイヤ3つ。これだけ手に入れば動き出すんだ、あの車多分。
ぜひ次回やっていきたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。静止化でした。動画の説明欄にプレイリストのリンクありますので、よかったら使ってください。じゃあまた。